に入りのアイテムはロレアルパリのヘアトリートメントです。ミルクタイプみたいな感じでなんですけど、今まではあのオイルだけの方を使ってて、でめっちゃ良かったんで新しくミルクタイプ出たって聞いて、毛先乾燥気になるんでミルクタイプ使ってみようかなと思って出ました。ショートヘアって結構バサバサなるじゃないですか。でもこれ全然ならない。ほんと使ってみたら次の日わかります。お風呂出て髪乾かす前に毛先につけて、で乾かし終わった後に最後に毛先にちょっとつけとくぐらいで、普段はスタイリングした後とかに仕上げに使ってます。お気に入りです。